進撃の巨人ブレイブオーダー、アタックオンタイタン、進撃の巨人ブレイブオーダー、ストーリーモード攻略編第25話、子供たち。報告通りだな。ここまで徹底的にやられてるのに、死体どころか一滴の血も残されていない。やはりダガコ村の住人たちは無事避難したのでは。そうだとしたら、巨人たちは誰もいない村の中で元気に暴れ回ったということになる。それは考えにくい。それに避難するのに一頭の馬も使わないなんてことがあるか。では一体どういうことなんです。モブリットさん、いました。あっちです。これか。自分のわずかな命か、クリスタの未来か、選ぶのはお前だ。この世界に先がないってなんだ。猿ってなんだ。どういうことだ。おい、言えよ。敵の正体は？ユミル！サーナ。決まりだ。残念だったな、エレン。まさか調査兵団がもう。ライナー、君は今なんだ。安心しろ、戦士だ。戦士としてユミルを信用するというの？あいつはマルセルを食ったやつじゃないか。ああ、だからこそユミルの立場は明白だ。せっかく人間に戻れたんだ。上手に立ち回って自分だけは行きたいと思っただろう。クリスタと出会うまでは。それにクリスタが可愛いってこと以外にも、こっち側に連れて行きたい理由はあるだろう。クリスタはウォール教の一族の重要人物だ。もし座標がエレンでなければ、俺たちの任務はまだ終わらない。そんな時にクリスタがいれば、今よりずっと探しやすくなるはずだ。いいじゃねえか、先の短い殺人鬼同士だろう。こんなの俺たち以外に誰が理解し合えるって言うんだ。なんだよライナー、まだ夜になってねえぞ。いいや、もう出発だ。エレン、
無駄な抵抗はするなよ。なあ、乱暴な真似はよしてくれよ。俺はこんな状態なんだぞ。抵抗なんかできるわけないだろう。頼むよ。赤の深淵だ。何？団長、囲まれました。迂回路があります。そちらへ向けますか？いや、ここで迂回しては手遅れになる。このまま押し通る。総員、戦闘を用意。とりあえず巨人のいねえところを目指すぞ。奴らからできるだけ離れるんだ。俺の巨人は足が遅えからな。囲まれでもすりゃお前らまで守ってやれねえぞ。だからなんで夜まで待てなかったんだよ。深淵団、調査兵団が助けに来たのか。大量の馬を壁の外側に移さないと索敵陣形は組めない。そんな判断すぐにはできないと思ったんだがな。エルヴィン団長がいるのかもしれん。相手は手強いぞ。くそ、もうあんなところまで。エレンが暴れてくれたおかげだな。まさかあいつ。いや、いる。ライナー、クリスタだ。クリスタがそこまで来てる。ああ、連れ去るなら今だ。なぜわかる。見えたわけじゃねえんだろう。絶対にいる。あいつはバカで度を超えたお人よしだ。私を助けに来るんだよ。あいつはもしそうだとしても今は無理だ。
別の機会にする。はぁ、今は成功する可能性が低いだろう。どうやってあの中からクリスタを連れ去るんだ。機械を待て。機械を待つだと、そりゃ私がお前らの戦士に食われた後か。ダメだ、信用できない。信じろ、クリスタは本当に俺らにも必要なんだ。じゃあ今やれよ、今それを証明してみせろ。私は今じゃなきゃ嫌だ。今あいつに会いたい。このままじゃ二度とあいつに会えないんだろう。無理だ。すまないユミル、今は僕らだけでも逃げ切れるかどうかわからない状況なんだ。約束する、クリスタだけは必ずこの争いから救い出すと。俺たちが必ず、だから今与えてくれ。それがクリスタのためなんだ、分かってくれユミル。本当にクリスタのためなんだな。ああ、分かった、ありがとう。まただよクリスタ、ここまで来てまた私は自分に嘘をつかなきゃならねえのか。おい、ちょうどいいのがいたぞ。よし、おいで。君は今日からおじさんたちと暮らすんだよ。全く新しい人生を始めるんだ。新しい人生には新しい名前が必要だ。わかるね？あの時初めて自分に嘘をついた。これは仕方のないことなんだって自分に言い聞かせたんだ。でも このユミル様こそ真に王の血を継ぐ存在。ユミル様がおられる限り我らは永遠に不滅だ。正直悪い気分じゃなかった。冷えてない飯も地べたじゃない寝床もそうだけど、ユミル様、何より初めて誰かに必要とされて初めて誰かの役に立ててるってことが私には何よりも大事だったんだ。でもあの時この娘だ、この娘が言ったんだ、自分は王の血を継ぐ存在だと。
我々はそれを信じただけだ。そんなのは全部作り話だったってことを思い出したんだ。そうなのか。そうだ、私がユミル王家の血を継ぐ存在だ。私は思った、これは罰なんだって。誰かの言いなりになって多くの人たちを騙したことへの罰じゃない。人の役に立てていると自分に言い聞かせ、自分に嘘をつき続けたことへの罰なんだって。巨人だ、逃げろ。再び目を覚ますと、そこには自由が広がっていた。仮に運命ってやつがあるなら、その気まぐれさに笑うしかなかった。もう嘘をつく。それで結局どうなったのだ。哀れだな。どうせなら生まれてこなければよかったろうに。そうして。なあお前、いいことしようとしてるだろ。お前と出会ったんだ。私にはすぐに分かった。お前も私と同じで、自分に嘘をついて、必死に何かを言い聞かせようとしている奴なんだ。でもな、クリスタ。だからって、分かってくれとは言わない。ただ、最後にもう一度だけ、自分に正直にならせてくれ。
悪いな。この地形なら私が一番強い。よせ、ユミル。今この場を支配できるのは私なんじゃねえかと思わないかなあ。ユミル、よせ、落ちるぞ。私は別にいいよ、巨人になれば。お前らの巨人より非力だろうが、気を伝って素早く動ける。お前からエレンを奪って調査兵団のところに行くことも多分できる。お前らが今クリスタを連れて行かないのなら、ここでお前らと戦って邪魔をする。何を言ってる。じゃあクリスタはどうなる。それでは助けられないぞ。ああいいよ、クリスタの未来を奪うことになっても私は生きてあいつに会いたいんだ。私は本当にクソみてえな人間だからな。あんたらには分からないだろう。こんな人間だと知っても優しく笑ってくれるんだぜ、あいつは。お前、怒らないでくれよ。ちゃんと考えがあるんだ。私も戦うから、今より逃げやすくなるからさ。それとも殺し合うか。私が正気か確かめてくれよ。間に合ったか。総員散開。敵はすでに巨人化したと思われる。エレンを見つけ出し奪還せよ。また憲兵が。戦闘は目的ではない。何より奪い去ることを優先せよ。フィル、馬を一箇所に。了解。まずは敵を見つけて全員に知らせろ。敵は外側に向かっているはずだ。チェ、エレン、どこに。
巨人の叫び声か。森の奥からだ。こんなところに。待ってください。こいつはユミルです。さらわれたユミルの巨人の姿です。おい、ユミル、どうしたんだ。お前だけ エレンはどこだ。ライナーは、デルトルトは。あれがユミル。巨人化してライナーたちと戦ってたの。ユミル、ライナーたちから逃げてきたのか。奴はどこ行った。なんとか言ってください、ユミル。おい、なんか喋れよ。ベス、急いでんだよ。ダイナーたちを警戒しているのか。何か変だぞ。まず僕ら一人一人に目を向けるんだ。あいつ、クリスタを食いやがった。ボサッとすんな。オンゾー、はい、離される。ユミルがなんで。俺は別に、あいつが味方だとは限らねえと思ってたがな。ああ、明らかに敵対的だ。ライナーたちに協力する気なんだ。僕らはおびき寄せられていた。来たぞ、ライナー。エレンが連れて行かれる。止まるな。馬を使って追うぞ。絶対に取り返すぞ。エレンは俺の命に変えても。ソラ、始めるぞ。打ち込んでやる。戦況はこれで落ち着け。引き受けてやる。行くぞ。
を食らえ。先に行ってくれ。戦況はそこだ。終わらせてやる。俺が行く。何としてでもお前を倒す。撃ち込んでやる。終わらせてくる。これで、みんな大丈夫か。やってやる。こっちの状況はどうだ。みんな大丈夫か。終わらせてくる。みんな大丈夫か。戦況はそこだ。終わらせてやる。みんな、帰ろう。お前も、いいことする気じゃないだろうな。いや、止めはしないさ。